にちは、ゆかりんです。今日はですね、10月14日金曜日、ユニクロと JW アンダーソンコラボの発売日です。私もですね、ユニクロの、フルラインナップの店舗に行って、全てのねコレクション全部のアイテム、ウィメンズとメンズ両方を見てきました。そしてね、購入してきたものを今日紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、じゃあ発売当日に行って、私が JW アンダーソンコラボで買ってきたものをね紹介していきたいと思いますが、今回すごい厳選してまして、実は JW アンダーソンコラボのものはごめんなさい、1点しか買えませんでした。はい、まあ、というのをちょっと先にちょっとお話ししようかなと思ったんですけど、全部の商品ね、ラインナップもちろん見ました。メンズもウィメンズも全部見た上で、ちょっと今の私には必要ないかなって判断したものが結構多くてですね、パンツとかいいなと思ってたんですけど、実際見たら、あ、ちょっとこの色合いグレーミーだと着回し難しいかなとか、かっこよく私は履けないかもなっていう風に思っちゃったので、今回は1点だけ購入したんですけども、まあ、それ以外に通常のユニクロの、ね、商品ですごくいいものがあったので購入してきたので、そちらも合わせて紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず私が JW アンダーソンコラボで購入したものを紹介します。こちらのトートバッグを購入しました。これはですね、トートバッグ、色はブラックで2990円でした、ね、こんな感じの縦型のトートバッグなんです。私縦型のものが欲しくってずっと探してたんですよね。なのですごいちょうどいいなと思って、これはもう発売前からこれをチェックして欲しいなと思っていたものです。カラーバリエーションがカーキとベージュとこのブラックと3種類あったんですが、もうねお店にはブラックしかなかった。開店30分後ぐらいに行ったら、もうねベージュとカーキは跡形もなくなくなっていたので、多分人気だったんだと思います。ベージュも可愛かったからね欲しかったんですけど、ブラックがね結構スタンダードで使いやすいかなと思ったので、こちらを買いました。これはねキャンバス地になっていますね。でここはまあレザーというか合成皮革になっていて、ちょっとこうあの生地の組み合わせと、ね、レザーの組み合わせがすごく可愛いですし、しっかりとしたね感じのコットン生地なので、ヨレヨレ感は全然ないです。でこうマチがあります。で表面にはポケットとかは全然なくて、ここに刺繍が入ってる感じ、 JWA って入ってる感じですね。で中はねここにポケットがついていて、スナップボタン付きになっているっていう感じですね。非常にシンプルなバッグになっております。まあこれもちろんこうやって一つでね、こういう風に肩掛けにしてもかっこいいですし、2個持ちとかにもいいかなって思って買ったんですよね。こういう可愛いけど何にも入んないバッグってあるじゃないですか。そういうのを持った時にこのバッグを一緒にこうやって重ねて持とうかなって思って買いました。まあそうなってくると、こちらの小さいバッグに合わせやすいように、やっぱり黒一色っていうのが私の用途からすると便利かなって思いましたね。これだったらまあ何色のバッグが着ても結構ね、あの合わせて持ちやすいかなって思いました。こういう組み合わせとかね、私バッグを結構派手にしがちなので、まあ、やっぱりね合わせるサブバッグはブラックっていう感じがいいですね。そう、サブバッグに使うのにすごくいいと思うんですよね。ちゃんとしたバッグに合わせるサブバッグもある程度ちゃんとしててほしいって思いませんか。なんかこうバッグはすごく素敵なのに、サブバッグがちょっとヨレヨレとかエコバッグと合わせてるとかいうのはちょっとあんまりね私やりたくないので、そういう意味で本当にサブバッグとしてめちゃくちゃ優秀なんじゃないかなと思いましたね。こうやって、まあ、一緒に、もう私だとこうやって一緒に持っちゃいますね。こんな感じで、ここのね収まりも薄いのですごく持ちやすいですし、形もね脇にこうしっかりフィットする感じなので、すごくこう2個持ちの時に威力を発揮してくれるんじゃないかなと思います。パソコン入れるので、これがねしっかり入るんですよ、縦に。でパソコン入れる時ってちょっと横よりも私縦の方がね好きなんですよね、収まりがいいので。こんな感じ、まあ、作りもしっかりしているので、私のすごい重いパソコンを入れても全然大丈夫っていう感じで、この持ち手もねすごくしっかりしているし、縫製もねしっかりしているので、安心してパソコンを入れて持ち歩けそうなバッグです。うん、結構ね持てば持つほどこれいいんじゃないかって思ってきますね。かっこいいですよね。メンズがもちろん持ってもいいし、こんな感じね、女性が持ってもいいしっていう感じ、本当にねユニセックスに使えるので、パートナーとねあのシェアするとかにもすごくいいんじゃないでしょうか。これとっても買ってよかったなと思います。2つ目、
もうごめんなさい、ここから JW アンダーソンじゃないんです、ごめんなさい。はい、じゃあ購入品お見せしていきます。これね、前からずっと欲しいなと思っていて、店舗で実物見たいなと思ってたトップスを買いました。はい、こちらです。これはですね、ウォッシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーターブラック S サイズ2990円です。これはメンズの商品になります。なのでちょっとサイズ感とか質感とか含めて実物を見たくて、今日見たらすごく良かったのでもうすぐ購入しました。私はね S サイズにしました。もうこれはめちゃめちゃベーシックなニットっていう感じです。デザインはね本当にシンプルなニットで、ちょっと網目がなんかこう詰まった感じで、それがね今からの季節寒くなってくるのでちょうどいいかなって思ったんです。だけどニットとかセーターみたいななんかゴワゴワ感、ちょっとね首の周りが私チクチクするのが苦手なので、そういうゴワゴワ感はなくて、スウェットっぽいんだけどあったかいみたいな、できちんと見えするみたいな風に思っていたので、もう手に取ってなんかこう想像通りのものだったなと思って、これはね即買いしました。で1個買ってみて、もしよかったら色違いも買おうと思います。結局やっぱりこういうなんかベーシックなものがすごく便利で、こうリアルに毎日ねあんまりこう肩肘張らずに着られるようなものっていうのがね、ワードローブの中心になってくるので、これすごい使えそうだなと思いました。これもこの後着てみたいと思います。そしてもう1個買いました。じゃん、帽子を買いました。これはですね、ヒートテックリブビーニー34番ブラウンの990円。これもね、ユニセックスのワンサイズになります。寒いのでね、最近ね、寒いのとちょっと朝髪の毛セットしてない時に帽子さってかぶって出ていきたいので、ちょっとね、これをかぶってるんですけど、これはマルジェラなんですけど、ちょっともう一つ違う色の帽子が欲しいなと思って、これを買いました。これはですね、ブローチをつけてアレンジしようかなと思ってるんですよ。こういうところに、このね、私がこれレスブリスで出してるブローチなんですけど、こういうブローチをつけたりとか、こういうねちょっとキラキラしたものをつけたりとか、そんな感じでアレンジして使いたかったので、こういうベーシックなニット帽をね欲しかったんですよね。なのでこれもちょっとね今からブローチをつけて実際かぶってみたいと思います。帽子かぶってみました。ちょっとブローチをここにつけてみました。どうでしょうか。もう本当にシンプルですごい使いやすいと思います。なのでニット帽ねあまり持ってないよっていう方とか、初ニット帽だよっていう方にも990円なのですごいおすすめできるし、ちょっとこうやってブローチをつけたりとかしてアレンジしたいなっていう方も、ほんとシンプルなので、もう逆にねロゴも何もついてないのですごい使いやすいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。でこういう時はちょっとアクセサリーをモリモリにしてあげると可愛いと思うので、私は今日はねイヤカフを重ね付けしてみて、あとメガネをね合わせています。こんな感じにすると結構こうニット帽もうまくかぶれるんじゃないでしょうか。ニット帽って難しいかなっていうイメージがあるかもしれないんですけど、ちょっとこうねカスタマイズしてかぶってみると面白いと思います。はい、キラキラも可愛いですよね。ちょっと違うブローチをつけてみました。ブローチがあるとね結構こう帽子とかにもつけたり、あとストールとかにもちろんつけれるんですけど、冬の間はね本当になんかアレンジがいっぱいできるのですごいおすすめです。このキラキラブローチもねちょっと大きめなので、それがすごい可愛いと思います。でこちらのトップスがウォッシャブルストレッチミラノリブクルネックセーターのメンズの S サイズですね。良くないですか。めちゃくちゃいいですね。着た感じやっぱニットではなくって、どちらかというとスウェットみたいな感じですね。スウェットに近い感じの着心地なので、こうチクチク感とか全然ないんですよ。なので私はあんまりこのニットのねチクチクが苦手だったりして、ものによっては着られないので、そういう方にもすごいおすすめできます。でスウェットみたいな着心地なんですけれども、ちゃんとね編地があって、しかも細かい編地なのですごくきれいめな感じ、しっかりとした生地感になってますね。とてもねすっきりとしたシルエットで着られるトップスだなって思いましたね。でこれサイズ感は私メンズの S サイズがね一番小さいサイズだったので選んでるんですが、肩幅もね結構ちょうどよくて、私は身長164センチなんですが、これがねちょっとオーバーサイズで、まあ、ジャストサイズっていう感じですね。まあ XS でも良かったと思うんですけれども、 S サイズでね私はゆったり着たいので、すごくちょうどいいサイズ感だなと思いました。でこれがブラックで、空張りがもう本当にホワイト、ネイビー、グレー、ベージュ、いろんな色があったんです。なのでもしかしたらこれは私の超ド定番ベーシックトップスになる可能性ありますね。これはね色違いもすぐ買いに行こうかなと思います。で色のね比較とかしてみたいなと思います。まあ、冬の間ってねどうしてもこう寒いので、まあ、ニットとかこういうねシンプルなものに頼りがちなので、本当にそういう時にどんなボトムスでも受け止めてくれるようなシンプルでいて上品な雰囲気なので、
これは本当に自分のマイベーシックアイテムになりそうな気がしますね。これめちゃくちゃいいですね。ちょっとシルエット全部お見せしておきます。はい、今ねウエストインして着てるんですけれども、まあ、インしないとこんな感じですね。で袖も下ろすとこんな感じ。もう袖丈はちょっと長いぐらいですけど全然許容範囲です。まあ私はこうやってまくってしまうので全然いいんですけど、でウエストもちょっとだけつまんであげてこうね下ろしてあげるとなんかこうかっこよく着こなせるような気がするので私はこんな感じで着ていきたいと思います。あとウォッシャブルって商品名についているぐらいなのでお家でね手軽に洗濯ができるっていうのもめちゃくちゃいいと思いますので、こちらをね色違いをぜひゲットしたいなって思います。以上が今回の私のユニクロ JW アンダーソンコラボの購入品と普通のユニクロの購入品紹介でした。いかがだったでしょうか。まあ、JW アンダーソンのものはねそんなに買わなかったんですけれども、まだまだユニクロの通常のラインナップですごい欲しいなって思ったものが今日見ただけでも結構あったので、またちょこちょこね買って動画出していきたいと思います。私はママ向けアクセサリーのレスブリスというブランドをやっていて、今日つけてるアクセサリーも全てレスブリスのものなのでよかったらチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。